ケー、じゃあこれ後でね、うん、いきます、はい。皆さんおはようございます。 FM ギノアをお聞きの皆さんおはようございます。おはまようです、12月5日月曜日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時36分を回ろうとしています。ギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから月曜日担当が猫まようが生放送でお届けいたします。よろしくお願いします。さあ皆さんも12月に入って5日経ちますね。今日でね、もう残り本当に20何日なんですけれども、今年2016年20何日なんですけど、皆さんどうなんですか、いかがお過ごしでしょうか。なんか思ったよりも気温が高かったりね、12月入ればもうそろそろ寒くなってもいいんじゃないかななんて思うんですけど、やっぱなんか時々朝が起きやすかったり、寒くなくてね、そう、あ、意外と今日はいけるかもなんて思ったりして布団から出るんですけれども、そう、今日もそこまで雨が降って少し寒いかなとは思うんですが、そこまでなんですよね。まあ沖縄はいつになったら寒くなるんだろうって感じなんですけど、あの、そうそうそう、もう年末ということで、この間ね、あの FM ギノワン、応援してくださっているリスナーの皆さん、そしてもちろんパーソナリティの方もご存知だと思うんですけれども、この間去った土曜日3日にですね、 FM 機能の忘年会がありました。私、そう、前日まで参加できるってだったんですけど、急遽ね、あのズンバの教室が、入ってまして、入ってしまいまして、どっち言っていいのか分かんないけど、そう、入ってて、でそれもどうしよう、でも参加したいしって、もう二次会から参加するのでということをとりあえずみんなに伝えて、そう、私ズンバ行った後にね、あの二次会はこのビル、ここ FM ギノワンのスタジオのあるビルの、1階にあるバーで、二次会が行われました。でたくさんいるかなと思ったけど、そこまでね、あの人数は二次会には参加しなくて、翌日那覇マラソンだったっていうこともあったのか、ほとんどの方帰られて、で残ってるメンバーで、二次会楽しく過ごしたんですけれども、そう、初めましてのひとみんさんがいたり、いつもねお世話になっている大城智也さん、トーモーこと大城智也さんがいたり、あとモーミンさんとかトロンボーンさんとかで、ターマンもいたり、本当に楽しい、時間を過ごしてですね、3時ぐらい、4時 ?3 時ぐらいだった、トモヤさん送って、うん、ここ戻ってきたのが4時過ぎ、私家帰って寝ようしたら5時だった、うん、5時だった、ターマ寝たのやっぱそのぐらい、そう、もう気づいたら時計見たらびっくりする時間になってて、もう本当にもうこれ大丈夫かなと思ったんですけど、そうなんですよ、あの私初めてなんですね、この集まりってこういう時間まで残るのが。で二次会だったんですけど、それこそもしかするとこの後どっか行こうって言ってたらついていけるぐらいの気分だった気がする、眠かったけど。で今日のメールのテーマが、そう、こういう忘年会とか、もうもしくはもう新年会でも何でもいいです、こういうね、なんとかの会みたいなのがあって、二次会三次会あるじゃないですか、皆さん何次会まで行けますかというのが今日のメールのテーマになっております。もしくはですね、今みたいに二次会だけど3時4時までもし行われたら何時まで皆さん参加できますかというのが今日のメールのテーマになってますので、メールよろしくお願いいたします。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。またリクエスト曲も応募してます、募集してますので、メッセージと一緒に送ってください。メールアドレス 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらからもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。そしてサイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から、九州沖縄をクリックして FM ギノワンを選曲してくださいね。よろしくお願いいたします。さあ今日のメールのテーマは、あなたは何次会まで参加可能ですか、行けますかというのが今日のメールのテーマです。
それでは、今日のオープニングナンバーに参りたいと思います。もう今月はクリスマスの曲を、どんどんかけていきたいんですけれども、マライア・キャリーさんの、曲をジャスティン・ビーバーと一緒に、そう、コラボで歌っているあの有名な曲を今日はオープニングナンバーにしたいと思います。それでは聴いてください。All I Want For Christmas Is You です。どうぞ。場所ちゃんと見ないで、ギノワンギノワンって感じで、なんでこのギノワンにさ、集中攻撃してんのかなと。沖縄、なんか最近そのバック、なんて車のミラー、バックミラーじゃなくて、なんか窓、バックにワンオクロックって書いた。書いてる。そうそう、人とか見たりしてる。沖縄結構多いから。そうなんだ。もしかしたら2 days なのかな。すごいね。本編混んでんねん。ひふみさんもおはようございます。マスオさんおはようさまルドルフさんおはよう。ライブ楽しかった。もう最初から参加したかったけど残念。 AKB さんありがとう。おはようございます。うどんまだ食べてない、後で食べるね。あ、ケンさんおはよう。あ、リスちゃん久しぶり。朝から珍しい。最近なんか昼とかちょいちょい。マジ？うん、超久しぶりだよ。1年ぶりぐらいの勢い、うん、わお、元気。一つの居酒屋で7時間何するの？7時間も飲むの。でも7時間も飲んだらめっちゃお金だよね。そうだよね、お金の問題もあるもんね。カラオケじゃないんだからって。Love for Christmas。I just want to find my love more than you could ever know.事故ってよ。しかも2カ所2カ所なのか、こことここに車を止めてるのかわかんないけど。いやそんなね、上りって北に行くやつ、うん、北に行くやつ。事故がここにあって、そのこっちから混むっていうのもあるの。ああ、上りどっち側？右側。後ろで事故が、うんうんうん、上りは那覇に行く。那覇に行く、大変だね。そろそろ終わります。 OK、 那覇向き、ありがとうございます。さあ、時刻は7時45分を回りました。79.7MHz FM ギノワよりお天気、道路、交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日12月5日月曜日、今日のお天気は曇り時々雨。
でですね、風が、北東の風のち北の風やや強くなります、波が 1.5 メートルうねりを伴いますね、降水確率なんですけれども、お昼12時までが 50%、お昼12時から夜の12時までが 60% と、もう今日1日高めですね、降水確率。もうちょっと今日は傘は絶対ですね。皆さんお持ちくださいね。そしてですね、日中の最高気温なんですけれども、25度となっております。ちょっとジメッとした一日になりそうです。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り、那覇、沖縄、南インターチェンジ付近、失礼しました。沖縄道下り、沖縄南インターチェンジ付近では、故障車が出てますね。下りでは、故障車が出ています。そしてですね、沖縄道上り、中城パーキングエリア付近、追突事故がありました。このため、追い越し車線が規制されています。沖縄道上り、中城パーキングエリアでは、追突事故のため、追い越し車線が規制されています。そしてですね、2箇所あったみたいで、沖縄道上り、北中城インターチェンジ付近、こちらではですね、追突事故で追い越し車線、ですね、規制されていますね。2箇所で規制があります。そのためですね、北中城では、長い渋滞が見られていますので、皆さん事故が2箇所発生していてですね、これからも混む恐れがありますので、タイヤも滑ると思いますが、絶対スピード出さないようにね、気をつけていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いて一般道のお知らせ、情報です。国道58号線ですね、南行きです。大蛇名交差点手前から、浦添市ぐすくま、まで長い渋滞が見られています。国道58号線、大蛇名交差点手前からですね、南行きです。浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。そしてですね、国道58号線北行き、伊佐交差点でも一部渋滞が見られています。国道58号線北行き、伊佐交差点でも、一部渋滞が見られています。そして県道34号線、前原交差点から大蛇名交差点にかけて、長い渋滞が見られています。前原交差点から大蛇名交差点にかけても長い渋滞が見られています。そしてですね、我如古交差点の方でもですね、長い渋滞が見られます。そして国道330号線、北行き南行きです。那覇、古島インターチェンジからですね、浦添市西原トンネル、こちらどちらもですね、北行き南行き、こちらでは植樹作業のため一車線が規制されています。この道、国道58号線、県道34号線、そしてですね、国道330号線、結構渋滞が目立ってますので、こちらの道もお使いになる方は安全運転しっかり心がけてお使いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、ツイキャスがですね、たくさん届いてますので、先にお伝えしていきたいと思います。まずはですね、野の中の銀のホタルさんからです。おはようと来てます。おはようございます。二次会ありがとうございました。ご参加いただき楽しかったです。そしてアイデアマスオさん、おはよう様と来てますよ。おはよう様。そしてひふみさん、おはようって久しぶりです。おはようございます。そしてルドルフさん、ハイサイマヨちゃんターマさん、おはようです。大忘年会楽しかったですかって。ターマが司会したんだっけ。そう、ターマね、もうお腹すかして頑張って、そう、忘年会盛り上げてくれたみたいでね、もう、ともやさんが大絶賛でした。もう、ターマ頑張ってたよって。ターマなんか、初めて会った気しないってずっと私に言ってて、そう、なんかすごい喜んでて楽しかったってみんな言ってました。ありがとうございます。そしてね、あ、そうそう、AKB ファンさんが来てくれたのよ。
忘年会には参加したみたいで、翌日もう日曜日に帰るって言って、那覇マラソンとほらちょっと道の規制が、道路の規制があるので、早めにホテルから出なきゃいけないってことで二次会参加できなかったんですけど、私が二次会の猫の会場下のバーに着くまで入り口で待っててくださってて、そうツイキャスでいつもシグナスさんって方が参加されるんですけど、シグナスさんが運転されて、AKB さんが助手席に乗って待っててくれて、うどんをいただきましたお土産ありがとうございます。そんな AKB さん、ヘイヘイタママよ、リスナーさんおはちーすと来てますよ、ありがとうございます。そしてね、アイディアさん、忘年会に出席した人でインフルエンザになった人いないよね、心配って、なんでかな、大丈夫だよね、きっと。そんな、急には出ないだろうしね。そうね、潜伏期間があるしね。もしかすると分からん。手洗いうがいしっかりしてくださいね、皆さん。そしてね、アルファウィングケインさんが、どうも、グモーニーって来てます。グモーニー、忘年会めっちゃ楽しかった。ただ、翌日のイベント運営があったから、さすがに二次会まで行けなかったのが残念さーと来てます。だからね、会えると思ったんですけれども。いえ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 。またね、いつか参加してくださいね。そして、久しぶりのラブリーリスちゃん。リスちゃんから来てますよ。AKB のお世話すまんかったなって。そして AKB、今週はギノワンまで行かせないから安心してくださいと来てます。来週は、コザの忘年会、うん、なんかあるんだよね。コザの忘年会と、リスナーのラジオ。あ、リスナーさんのまたラジオがあるの。へぇ、コザで。あ、そうなんだ。あ、じゃあだからは AKB さん来週も来るって言ってたんですね。あー、そういうことだったんだ。ぜひぜひいらしてくださいよ、また。ありがとうございます。ルドルフさんが、今日のテーマ、何次会まで参加できますかっていうことでコメントいただいております。昔は朝までうろうろしてましたよ。でも最近は行かなくなりました。長居をする客がいるお店には行きませんって来てます。なるほど。だからさっき、マスオさん、アイディアさんが、居酒屋で7時間いたって言って、どういう流れでね、その7時間居座ったのかって、飲んでたのか、喋ってたのか、食べてたのか。わからんけど、お金の心配あるよねってさっきたまた話したんですけど。で、そしてエコさんからおはようと来てます。ありがとうございます。まだまだツイキャスも募集してますので、たくさんコメントよろしくお願いいたします。忘年会参加できるって、ルドルフさんが、あ、コザの、早い、金曜だから学校、あ、金曜日なの、金曜、あ、そうなんだ、金曜だから、ママ参加できないらしいですよ、そう、普通に学校、私も、この間だから AKB さんが来て来週も行くって言ったからそれで知った、圧で忘年会があるの。全然です。気持ち参加してくれ。心は向こうへ。最近、おとついぐらいに結構いい匂いのボディミルクだけど、なんかちょっとかゆいから、めっちゃ残念。めっちゃ好きどこでね。あれ、なんだっけ、ハンズ。あ、どこあれ？あれ、どれ？今日難しい感じなかった気がするけどさ、噛みそう。頑張るね。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の総合面からです。那覇マラソン
14,138人が完走。第32回那覇マラソンは4日、那覇市の国道58号明治橋交差点前からスタートし、中間の平和記念公園など本島南部をめぐり、大野山陸上競技場にゴールする 42.195 キロで覇を競いました。男子はフルマラソン初出場の照屋勇樹さんが2時間31分1秒で県勢として7年ぶりの頂点に立ちました。続いて琉球新報の市町村面からです。宜野湾市クラシックカー協会が交通安全へパレード。年末ヤンバル道交通安全ツーリングが11月20日に行われました。同協会のメンバーが交通安全を願って宜野湾市から名護市までパレードし、道行く人々にアピールしました。40年余りもまだまだ現役のフェアレディ、ベレットなど8台が参加し、人々の注目を集めました。続いて沖縄タイムスの社会面からです。那覇市で28.2度、12月最高。沖縄地方は4日、南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響を受け、県内各地で気温が上がりました。那覇では午後1時38分に 28.2 度を記録し、1914年に観測した12月の最高気温を102年ぶりに更新しました。沖縄気象台によると、県内28カ所の観測所のうち15カ所で12月の最高気温としては観測史上最も高い気温を記録しています。5日も気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため暑くなり、沖縄本島地方の最高気温は27度を予想しています。続いて沖縄タイムスのスポーツ面からです。アイスホッケー九州初 V。 アイスホッケーの国民体育大会第36回九州ブロック大会冬季大会最終日は4日、福岡県立総合プールスケートリングで行われ、青年男子決勝で沖縄が福岡を5対4で下し、初優勝しました。少年男子は福岡に3対11で敗れ、12月17日に岡山県で行われる第3代代表決定戦に出場します。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。おはようございました。またおはようございます言ってるよ、時間的に余裕でおはようございます。あ、サウロさんおはよう。あ、そういえばさ、昨日ライカムでレインボーのバラ買った。1本1000円。うわすごい。リンボーだよ。すごいよね。お家に飾ってるよ。すごい。どんなって作るの？なんかちょっと気持ち悪い。なんかね。でもこれがいっぱい並んでたらとっても綺麗だけど。一輪買ったからさ、なんか家で見たらさ、お店で見たのと違う。虫みたい。なんかね、うん。花が元気になる薬みたいなもらってか。お会計の時に。それ今日入れてからちょっと元気にさせる、もっと。
さあ、時刻は8時を回りました。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります。FM 宜野湾のスタジオから、モーニング8月曜日担当のガネコマヨが生放送でお届けしておりますよ。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは、あなたは何次会まで参加できますかです。忘年会、新年会、いろいろな会ありますけれども、皆さん何次会まで参加できますか、または何時まで参加できますか、二次会だけど朝方までありましたなんていう話も聞きますが、皆さんはいかがでしょうか。メールよろしくお願いします。メールアドレスです。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらからもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。この後のモーニング8ではお天気情報、交通情報をお届けします。そして、今日はですね、私のマヨのフェイバリットソングズオンマンデーと、突撃朝ごはんは今日はカットします。なぜかというと、ゲストさんが今日はお越しいただいてますので、後ほどこのスタジオにお呼びしたいと思います。そして皆様から届いたメールの紹介をしていきますので、最後までお楽しみください。よろしくお願いします。ここでですね、お一つ宜野湾市よりお知らせを皆さんにお伝えします。宜野湾市よりお知らせです。宜野湾市立幼稚園にて幼稚園教諭臨時職員を募集しています。募集職種は幼稚園教諭、一つ目ですね、5歳児学級担任、そして二つ目が特別支援担任、そして三つ目が預かり保育担当となっています。勤務条件など詳しくは宜野湾市のホームページ、または宜野湾市教育委員会指導課、こちらまで連絡してください。098-892-8289、098-892-8289までよろしくお願いいたします。こちらではですね、担当の中本さんが、担当となってますので、その方までよろしくお願いいたします。以上、宜野湾市よりお知らせでした。じゃあですね、ゲストさん来てるので、先にメールの方から読まさせていただきますね。この方からですよ。今日朝ね、Facebook に、まあ、メールしたよって来てました。浦添の健康若旦那よりと来てます。4次会まで参加できますが、楽しいのは2次会までです。笑って。そうなの？何、ね、4次会まで行ったらもう記憶がないってこと、疲れちゃうのかな。そうでしょ。私さ、移動だ。そっか、飲めないし、飲んだらね、タクシーか何かだし、人に気使うしとかあるのかな。私4次会まで参加したことないの。ターンはちなみに何次会まで行ったことある。私2次会でもだってもう朝6時とかあるもん。マジ？じゃあもう本当に太陽が出始めて空が明るくなる時間まであるわけ。参加参加したことないってば。飲み会が苦手で、そう、どんなだったのかなって感じなんだけど、泊まりには行ったことあるけど、全員でペンションへ行こうみたいな、お酒を飲みに集まったことがない。4次会までだけど2次会までか、楽しいのは。さあ、続いてこの方です。いみちおじさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんおはようございます。リスナーのみんなで、ド M を競われる、ド M を競わせるド M1 グランプリっていうのがあったら AKB ファンといい勝負になる気がする。いみちおじさんです。どんな競いよ、嫌だ。これド S が参加しなきゃいけないじゃん、したらスタッフとして。さてさて、今日のテーマ、飲み会何次会まで行けるおじさんはその時の財布の中身の都合にもよりますが、確かにね、4次会とかでも全然来ます。なんなら5次会があるなら行っちゃいますねって。本当に行けるの？いや、ちょっとね。ちなみにこれってバー、私たちほらバー行ったでしょ、2次会、3次会、4次会って言った居酒屋とかカラオケとかにもなったりする。なるはず。カラオケ行ってからのまたバーとかは、ああ、またしんみりみたいな。ああ、なるほどね。そういう感じでみんなはしごするんだ。すごいな。財布の中身がほほーいな時は、帰りは明日の、
昼過ぎになりますって言って司令官に舌打ちされてもルンルン気分で出かけます。ほら夜中12時までに帰りますとか言ってその時間を過ぎても帰らんかったら心配するでしょ。だからおじさんは明日の昼過ぎに帰りますって言って朝の6時までには帰りますかね。司令官に何時まで遊んでるのって言われても帰りデージ早かったでしょ、予定より6時間早いよって言うと舌打ちされますがセーフ。セーフなんだそれ、まだ舌打ちあるのに。おじさんが一時会で帰るときは今日は財布の中身が寂しいんだねっていうか司令官から呼び出しでも食らったかって思ったら間違いないですねって。どっちかだ OK。 そうなんだ、なるほど。きっと小座には参加するんですよね、イミッチャさん。さあ皆さん、イミッチャおじさん何時に帰るか何時会で帰るか皆さん見ててくださいね。ありがとうございました。まだまだメールも募集してますよ、よろしくお願いいたします。さあお届けしているのはビーズでいつかのメリークリスマスです。ちょっとだけ3分ぐらい、すごい聞こえるね、練習してるよ、やばい、何時にやってもらう、ちょっとだいぶ話してからだよ、それとも決めてんのかな、それで入ってくるって。いや、もう決めてたら回しようか。これなんで言ったわけ、チラッと。勝手になんか構成していいよみたいな。あ、そうなの、じゃ聞いておいた方がいい。そうなの、途中で何分くらいとか言ってた、こちらいる、もうあれだよ、電気交通行って、CM? いや、CM は別に後でいいから、曲流しても入れようと思ってたけど、あ、ほんと、うん、で最初さ、天気の後ってさ、前も最初伝えてたけど、今どっちだったっけって感じ、電気の後で、10分ぐらいとかだったら。
元気きます。はい、あ、全然あれじゃん、歌入ってるね。ん、歌が入ってる。初めまして、おはようございます。ゆりえの時に来てた。あ、そうなんだ。なんかもう週に2回見てると何が何で何が初めましてか分かる。あ、そうだよね、そうだよね。え、やばいけど、また事故じゃんこれ。そう、横転って。みんな急いでるって始めない。なんでダメだよ、急がんで。さあ、時刻は8時11分を回っています。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。12月5日月曜日、今日のお天気は、曇り時々雨、そして風がですね、北東の風のち北の風やや強くなります。波が 1.5メートル、うねりを伴います。降水確率なんですが、お昼12時までが 50%、 そしてお昼12時から夜の12時までが 60% とですね、降水確率高めなんですよ。で、外こちらからの景色ね、もう曇り空が広がって、私が今朝家から出るときはもう大雨土砂降りでした。皆さん安全運転しっかりしてくださいね。運転される方よろしくお願いします。そして日中の最高気温は25度となっております。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近、こちら工事のためですね、追い越し車線が規制されています。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近では工事のため追い越し車線が規制されています。続いて沖縄道上りです。金インターチェンジ付近、こちらは工事のため第一走行が規制されています。沖縄道上り金インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されています。続いてです。沖縄道下り沖縄南インターチェンジ付近、こちらでは故障車が出てますね。沖縄道下り沖縄南インターチェンジ付近では故障車が出ています。そしてですね、先ほど追突事故があった場所ではですね、そのまま引き続き渋滞、北中城ではですね、中城では長い渋滞が見られているんですが、沖縄道上り北中インターチェンジ付近、追い越し、またですね、追突事故のため、追い越し車線が規制されています。沖縄道上り北中城インターチェンジ付近、こちらではですね、追突事故のため追い越し車線が規制されています。そしてですね、2カ所で同じ事故があったみたいですね。追突事故があったみたいです。そして、中城パーキング付近でも、パーキングエリア付近でも、こちらも、追突事故のため、路肩が規制されてますね。なので、北中城から中城にかけて、こちらでは、3カ所で事故があったみたいです。追突事故です。本当に、急ブレーキなんてかけても、今日ね、地面濡れてるので、滑ると思いますので、皆さんその辺ね、ちゃんと車間距離取っていただきたいと思います。そして沖縄道下り、中城パーキングエリア付近、こちらでもですね、横転事故がありました。そのため第一走行が規制されています。そちらを先頭にですね、また、西原からですね、長い渋滞が見られています。皆さん今日はですね、いろんなところで、事故そして故障車が出てますので気をつけていただきたいと思います。続いて一般道のお知らせですね。国道58号線南行きです。大蛇名交差点から、浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。国道58号線、南行きです。大蛇名交差点から、浦添市ぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。また同じく国道58号線南行き、浦添市ぐすくまを抜けたあたりからですね、那覇市阿蛇にかけて、こちらでも長い渋滞が見られています。国道58号線南行きです。ぐすくま、浦添市ぐすくまから那覇市阿蛇にかけて、こちらでも長い渋滞が見られています。
そしてですね、県道34号線前原交差点から、大蛇名交差点にかけても長い渋滞が見られていますよ。国道330号線南行き北行き、こちらでは植樹作業のため一車線が規制されています。その他にも今日は渋滞がすごく目立っている一日ですので、朝からね事故にも会いたくないので、皆さん本当に安全運転よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気道路交通情報をお届けしました。支配口だけな、だからさ、やばい、もういろいろ考えすぎてからさ、やばくなってる。大丈夫、私が考えるから。 OK。 とりあえずもうトロンボーンさんのメール読むだけ読んで、曲がリクエストあるから、うん、それ流してる間に OK、 いきます。いいね、どっちもいい。さあ、メールお届けします。1通だけ読みましょうね。FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。ガネコマヨさん&ターマーちゃん、ラジオネーム、多分きっと今日もおかしな銀のトロンボーンですと来てますよ。ありがとうございます。雨の日のスタートになりましたね。マヨ&タマ、リスナーさんも、体調管理には十分気をつけてくださいね。さて、今日のテーマ、飲み会、何時会まで参加できる。自分はお酒が飲めないので、あ、飲めないんだ、飲まないんじゃなくて。二次会なんて無理だな。ましてや三次会、四次会、オールナイトなんて、わらわらわら。その時の状況で変わりますかね。飲んでいくにつれて、酔いが回って人格が変わっていく人もいますが、翌日が休みで、お酒に飲まれず、飲んでも眠くならない人とか、楽しく笑えている会だったら、行くかもしれないんですけどね。だって話を聞いてて楽しいからって。ありがとうございます。だからか、あんなね時間まで残ってくれてすごい嬉しかったですよ。トロンボーンさん、ありがとうございました。さあ、じゃあここで一曲お届けしたいと思います。私も大好きなこの曲、本当にライブでも時々歌わさせていただいてるんですが、この人たちのライブも最高でしたよ。スターダストレビューさんの曲です。木蓮の涙です。どうぞ。なっちゃうと思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。自立やって、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。こんな風に、あ、見えるかな、画面。もうこれすでについてて見られてる状態ですよ。そう、これがスイキャスで、このカメラで、こっちがユーストリーム放送で、また別の、はい、画面から見れるんですけど、あ、どっちでも大丈夫です。ボイパとベースの前、どうしよう、最初は昨日みたいな感じで言いたいんですけど、喋る人の前がいい。結成されたきっかけとか喋るときにまた、あ、前そうでしょ。結成の話だね。あやこさんがマイク9度、気温9度なんですか。やばいですね。じゃあ喋ったら交代して、漏れ声してます。結成の話喋ったら交代して、漏れ声回したりとかは大丈夫ですか。回したり大丈夫って。よかった、ありがとう。大丈夫ってよかったね。職業はアイドルさんは、ズイチアーティストです。パー職業、ただね、人知りに昨日勝手に看護師つっちゃったけど、聞いてた昨日勝手にあなたの職業看護師ですって言っちゃった。子供の未来に投資してますけど、デイジごめん、そういえばそうだった。自称っていう、デイジごめん、ね、多分職業は、はい、今日の方が聞いてる。本当ですか。子供の未来に投資する。これ回すよ。メイン。歌うときもうちょっと前がいいの。そうなんです。ユニさんが結成の時の話。で、いろいろ経てメンバーチェンジと追加があって、わかりました。歌のタイミングなんですけど、
あの、まやさんがこの振った時に、よろしくお願いします。大丈夫です。じゃあ、話の途中とかでもいいの？コウタ君きっかけだから大丈夫。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。あの、俺が朝声出ます？さっき声が出ないって言ってどうしようって言ってました。あ、だからバッチリとか言って少しね、喋ってからあ、あの、俺がおはようございます、ソニーの皆さん。今日全集合の時です。あ、そう、昨日も聞いてくれた方が、あの、昨日楽しかったです、今日は全集合ですかあー、嬉しい。全集合です。あ、これ聞こえるの？あ、今聞こえてますよ、声は。そう、今も流れてます。え、そう、声も流れてます。え、そう、あ、だいぶまずいこと。恥ずかしい。大丈夫です。ツイキャスは聞こえてます。うわー、マジっすか。放送には載ってないけど、何でも言って、言ったら返事が。え、いただけます。こっちで見えないのか。おはようございます。誰か、おはようございますって返して。ひふみさんはもう、おはようございます。ひふみさんはコメント、おはようございます。おおはようございます。おはようございます。めっちゃ紹介してるよ。おはようございます。やばい、あ、嬉しいですね。これ誰ですか？え、ま、アイデアさん、アイデアマスオさんで。あ、マスオさん、マスオさん、ありがとうございました。しかも聞こえてるよ。あ、聞こえてます。あ、ひふみさん、あ、ひふみさん、こんばんは。じゃない、みんなテンション上げ上げじゃん。あ、すごい、すごい、これはいける、いける。最新、最新、もうなんか文明の歴史を感じますね。すごいな。今日はなんか、ベースそうな。あ、そうだね。すごい、やっぱおはようございます。あ、おはようございます。とりあえず10分、騒がしい。すいません。あ、こんばんは、ビデオカフェスキとビデオマイニジさん。あ、ごめんなさい。自分はめちゃめちゃやってるけど、大丈夫。すごいですね。でかすぎると思う。そうだね。30分過ぎぐらいに。すごい、すごい、すごいですよ。見てください。何ですか、これ。ツイッターですか、つぶやきですか。あんまり。みんなテンション、せーのって何？聞こえるって言ったの。え？あ、どういうこと？せーの。コウタさん、嘆きすもたぶじるのますか。一緒に番組やってる方。あ、そうなんですね。せーの。そうそう、せーの。もう行けますか。あ、はい、行きます。行きます。さあ、スタジオがだいぶ賑やかになってきたんですけれども、皆さん、さあ、ゲストのコーナーでございます。今日はですね、この間2週間前ぐらいから私告知してたんですけれども、アカペラグループマフィンズの皆さんにお越しいただきました。おはようございます。よろしくお願いします。もう CM 中からいろんなあちゃこっちゃいろんなもの見つけて、そう、これそうなのそうなのって騒いで、ここで楽しくさせてた、させてたってしていただいたんですけれども、そう、これツイキャスって言って今流れてるんですよ、皆さん。そしてもうラジオ始まって、今電波に乗せてラジオも流れてるんですけれども、皆さん、アカペラグループということでですね、はい、今日はライブのお話と、そして皆さんがどんな活動をされているかっていうのと、はい、私が気になるちょっとあれこれを聞いていきたいんですけれども、はい、よろしいですか？はい、お願いします。大丈夫ですか？じゃあまずは、アカペラグループマフィンズさんの、はい、このメンバーのメンバーさん、そして担当、それぞれ何をされているか、マイクを通してお話しいただけますか？お名前と担当ですね、お願いします。どこから来ますか？はい、じゃあこう私から、はい、マフィンズの、ベースボーカルを担当させていただいています、ユニゾンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからいい声だね、イケボーだね。おはようございます。お願いします。ボーカル&コー、はい、あ、ごめんなさい、はい、ボーカル&コーラスのナミです。はい、よろしくお願いします。リーダーでもあります。はい、ボーカル&コーラスのあやこです。はい、お願いします。ボーカル&コーラスのあやのです。おー、あやこさんとあやのさん。はい、ボーカル&コーラスのゆうです。よろしくお願いします。はい、ボイスパーカッション持ってる、マイク2つってびっくりする、かわいい。はい、ボイスパーカッション担当してます、コウタです。お願いします。よろしくお願いします。ほら、ツイキャスでも来てますよ、ベース渋い声って来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。よく言われたり言われなかったりしますすごいいい声。さあ、皆さん、コーラスとボーカルが4名、はい、4名いて、そのうちの1人がリーダーナーミーさん、そして、ね、ベースとボイスパーカッションという組み合わせで6人の組み合わせで、されているんですけれども、皆さんのこの結成されたきっかけっていうのを先に
聞きたいなって思うんですけど、ただなんとなくバッと集まったメンバーではないと思いますが、そうですね、どんな風に。いいんですか、喋っちゃって。はい、お願いします。じゃあ結成きっかけは、はい、奈美さんと綾乃の結婚式の、はい、余興で、なんか赤、友達のか、うん、友達の余興で、なんか、今、女性同士の結婚式大変なのだね。だいぶ語弊が生まれる感じなんですけど、それもまたありじゃないか、うん、まあまあまあ、ね、友達の結婚式に、アカペラでやりたいねって話をちょっとされてたらしくて、はいはい、でもその時自分、全然知らない流れで、そのネットでたまたま、はい、知り合った友達の紹介で、はい、呼ばせていただいて、はい、で歌ってみたらいい感じじゃないかってなって、じゃあアカペラで結婚式をやってみるかっつって、うん、その時はね、特に続ける予定もなかったんですけど、ね、はいはい、なかったので、バンド名も余興図とか余興図、余興だけやって解散みたいな感じの流れだったんですけど、それがこううまくいきまして、ちょっと路上でもちょっとやり始めて、はい、ね、結婚式か式場でもまた別の、はい、その呼ばせていただいて、ちょっと、はい、演奏もさせてもらって、はいはい、じゃあ名前が必要だなってなって、うん、そのどんな名前にしようかなってなかなかね、こういろいろ話し合ったんですけど、はい、誰かがこうレシートに書いてあるこの領収書にマフィンって書いてあったもんですけど、はいはい、あ、これでいいんじゃない、レシートマフィンで、あ、マフィン、俺してマフィン好きだよ ね、じゃあマフィンにしようってなって、マフィンズって決定しました、はい、レシートがなければもしかしたら飲料水ズになったかもしれないしもしかしたらコーラズになったかもしれないっていう、不思議なグループなんですけども、そうなんだ、はい、そうなんです。それこそマフィンズっていう名前、私はもうしっくりきてるんですけど、こればかりは聞いたことがなかったんですよ、はい、そうなんです。なんで、なんとなくこの結成した秘話っていうか聞いたことあったんですけど、うんうん、はい、なんでマフィンなんだろうって、これ聞いていいのか、何なのか、いいんですよ、好きなのかな、何なのかなって私の中の想像だったんですけど、今ではもうこじつけでマフィン大好きにしてます、はい、でも本当はレシート、本当はレシートいいですね、そのでもね、そのスタートいいですね、名前の、なるほど、そうだったんだ。それでじゃあみんな呼びかけというか、友達同士で兄弟同士、そうですね、友達同士はこの、うん、綾乃と綾子と、あ、お姉さん3人、奈美さんなんですけども、はい、そのゆうは自分の妹で兄弟で、はい、今年入って、だからすごいよね、自分がちょっとたまたまボーカルをもう一人欲しいねってなった時にちょっと呼んでいただいて、はい、はいはい、でこうたくんはちょっとうちらのもともとやってたボイパの方がちょっと諸事情でちょっと抜けまして、はい、ボイパ誰がいいかなってなった時に、はい、ネットでたまたま、ボイパ探してますって子がいたので、はい、誘ってみたら、おい、こいつ使えるじゃねえかってな、しかもだから僕だけ、はい、もう誰ともつながりがないっていう、この幼なじみ兄弟だけ俺だけ浮いてるんですよね、一人だけ、そんなことないよね、そんなことない、優しい優しい、まあ、食い込むためにはもうちょっと誰かの決定になるからそうなんで、もなんか何かしら友達の友達が一緒とかはある、あ、うん、遠いつながりはある、そう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 、なるほど、確かにねえって無理やり入っていった感がありますけど、そうそうそうこの輪の中にねえって終わったけど、あ、なるほど、そうなんですね、はい、だからずっともういろいろ気になってたんですよ、このグループが。じゃあこのグループになってか、最近ゆうちゃんが入ったのが去年なので、去年、あ、じゃあもうこのグループ今6人のグループになったのが1年になりますか、1年、いや、もう1年なるね、1年半ぐらいになるんじゃない、もしかしてひやみかち節の、あ、そうですね、時ぐらい、それぐらいか、ひやみかち節の前からかな、ちょっと前ぐらいか、そうなんだ、去年の3月だったかな、そうだね、そうなるかな、去年3月、うん、そうなん、じゃあもう少し来年年明けたら2年目ぐらいになる、はい、その冷やみかち節コンクールの話ちょっと聞きたいんですけど、はい、優勝をしたんですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、チヤホヤされちゃいまして、ありがとうございます、結構あれでした、厳しい戦いでした、厳しかったですね、いやもうやばかったよね、癖が強くって、うん、もうね、そう、もうオープニングの人たちからもうとってもなんか迫力がやばくて、はいはい、あ、もう俺なんか聞いた瞬間負けたと思ったもん、話題琉球大鼓がドーン、エーサーガーンっつって、ね、そしたらギターとセッションのドーンとか来て、あ、みんな楽器で攻めてきたんですね、攻めてきたりとか、三味線バーンって弾いて、はいはい、早弾きガーンってやられてもう下手くそ、下手くそ、もう結構やっぱ、ね、ギターも三振も同じだった気がする、効果音が、失礼しました思考を凝らしたのがとってもいっぱいあって、はいはい、そう、僕なんかちょっとやばいかもしれない今回って話してたもんね、でそのまた曲のアレンジっていうか、したのがリーダーの奈美さんというふうに聞いたんですけれども、はい、
すごい、このアレンジ結構大変でした。アカペラのアレンジですもんね。そうで、冷やみかち節が どのリズムにも合わなくて、はいはいはい、綾乃とカラオケボックスに入って、はい、どういうアレンジにするっていうパターンをいっぱい考えて、一応基本作ったのをみんなでちょっと、はい、あの色付けしていって出来上がったっていう感じ、はい、そうなんだ、もう試行錯誤で。そうですね、すごい。だからこういうねアレンジとかもすごい難しそうで、昨日ちらっと聞いたんですけど、楽器をまた操るの違くて、声をそれぞれの特徴を生かしながらね、あのリズムとかも試行錯誤するっていうのがすごい大変だけど、でもすごいなんか皆さんの笑顔見てたら楽しいんだろうなっていうのがすごい伝わってきます。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、あのそんな話のちょっと途中なんですけど、ライブの告知は一回ストップして、はい、あのあして、はい、一度さっきからスタジオの中まで聞こえてました。あ、本当ですか。ちょっと恥ずかしい。歌声の方を聞いて聞きたいんですけれども、はい、生歌って披露できますか？朝なのでね、ちょっと喉がどうなるかわからないんですけども、ちょっと怖いですけどやらせていただいてよろしいですか？ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ誰かじゃあ一人持った方がいいかな。そうですね、皆さんのこの立ち位置とかもあると思うので、いつもの立ち位置の方がいいんですか？それ大丈夫で、これでも大丈夫です。このマイク持ちましょうか。私大丈夫です、はい、これで生歌、じゃあ曲紹介をどの方か、はいはい、このな響きというか、大丈夫、大丈夫そうです、大丈夫そうです。いや、マヨのマイクも上げた方がいい。ああ、上げた方がいい。そっかそっか。こうを、2人に持っていただいて、はい、すみません、ちょっと時間かかっちまって、はい、伸びない、こうしようか。じゃあ、あ、それがいいです。そうして、あ、そうです、あ、それいいかもしれないね。ありがとうございます。これをこう2人寄せて、はい、いや、でも多分近いと思うから、もうちょっと近づきに目にした方がいい。わかりました。 OK です。じゃあ、うん、曲紹介は、じゃあ音もらい、あ、聞きながら指示して、はい、曲紹介は、ディズニーの、ミュージックの映画、あ、映像、映画っていうか舞台のやつなんですけど、クルージン・フォア・ブルージンっていうのを、やろうと思います。聞いてください。A one, a two, a one, two, three, four. Ba. Here we go. La la la, just here we come, living out and just out of the sun, just we're cruising, cruising for cruising. Whoa, oh, oh. Keep to my room, So don't stop, stop the music. We dive fast like a building. We do anytime we want, oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way. Bubblegum, cherry pop, go to the high. Hanging with my brother, cause his friends are how we do. Cruising, cause I'm cruising. Whoa, oh, oh, oh. I'm ready to go, so don't stop, stop the music. We ride fast like a building. We do anytime we want, oh yeah, oh yeah. So don't stop, stop the music. We ride fast like a building. We do anytime we want, oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We not gonna live. We just ride, ride, ride all day. Not to leave any other way. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。配信はできるんですけど、30分切って私がクリックした際配信できるんですけど、相手からコインが出て、またそのまま継続、ま
自分伸びて今そう、みんながもっともっと入れるからそんなことないです。あと3回ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、嬉しいわ。これまゆちゃんの曲やった方がいいかな。声出るなら次やりましょうよ。大丈夫です、出ないです。大丈夫です、出ないです。大丈夫だ。じゃあ本ライブの告知をして、ね、メールも6通あるんで、はい、すごい、ありがたいです。すごい、誰かコインをって言われてるんだけど、みんな紹介、ありがとう。教え負けたらツイキャスも紹介して、でライブです。ライブの告知、そういうライブ配信のアプリが超ゆうちゃんのことかかる。大丈夫ですか。ゆうちゃんが見えない、ゆうちゃんが見えない、どいてみたいな。そう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 、俺どいて。じゃあ僕は本人じゃあ後ろに行こうかな。情報をメール、うん、でも一回閉めてもいいし、これ半分だと見れるの。なんかもうちょっと続けてみたい。あー、どう、たまみの皆さんでした。引き続き残ってていただけますか。あ、そうなんですね。あ、すごい、これがあのつぶやき、あと20秒で、いや、ちょっと、あ、20秒。 OK、面白いね。BGM から入りますか。BGM から入ります。OK。目悪か、目悪か、目悪か。ゆうちゃんの、ありがとうございます。ゆうちゃんの方を、あ、私の話してくれますね。あ、これ残像です。残像。さあ皆さん、マフィンズの皆さんのね、あの演奏というか歌声いかがでしたでしょうか。あのツイキャスの反応がすっごい良くて、ちょっと私嫉妬しちゃうんですけど、毎週月曜日こんな感じだったらいいのにって思いながらちょっとツイキャス見てたんですけれども、あの少しだけ、あの本当にコメントが今日多いんですよ。あ、本当ですか。びっくりするぐらいなんですけれども、少しだけあのまた紹介していきたいと思います。ですね、ひふみさんがいい声というふうに言ってましたよ。そして、サウロさん、ハイタチャーさん、ルンって来てる、はい、ハイタチャーさん、はい、ありがとうございますですね。はい、そして、スイカさんって方がですね、キリンの川島の声に似てるって、多分ユミさんの似てる、似てますか。似てる、すごい似てる。そしてですね、きっかけがウケるって、あ、そうそうそう、そんなこと言ってます。そして、そう、その後にね、このさっきも説明したんですけど、コイン、ツイキャスのコインが本当にたくさん、あのアルファウィングケインさんって方だったり、エコさん、エコザイルさんっていう方だったりからいただきましたよ。おかげで延長できました。ありがとうございます。そしてアイディアさんがね、声かけてくれたんだよね、誰かコインをって。でひふみさんがマフィンズ最高って来てます。ありがとうございます。最高、ありがとうございます。そしてですね、あ、そうそう、さっきアルファウィングケインさんって方がですね、出航前の船内でイヤホン越しで聞いてたそうなんですよ、歌声を。そしたらめっちゃ心地いいサウンドでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ね、本当に嬉しいですね。ひふみさんがあの牛乳屋してるんですよ。牛乳屋のひふみって言うんですけど、マフィンズの曲で揚げ揚げで牛乳売ってきます。あら、ありがとうございます。いってらっしゃい、ありがとうございます。もうそんなこんなにたくさんコメント来てます。本当にありがとうございます。ね、朝から喉バッチリでしたね。あ、どうぞ。声バッチリでした。そんなマフィンズの皆さんなんですけれども、12月17日にライブがあるということで、はい、はい、じゃあ僕から言っていいですかね。お願いします、はい、お願いします。一足お先にメリークリマフィンズ、はい、インライブハウスモツということで、北谷町にありますライブハウスモツさんで、12月の17日、はい、土曜日に、ライブハウスモツさんで、ワンマンライブを、初のワンマンライブを、はい、させていただきます。ありがとうございます。オープンが、夕方6時スタートが、夜、7時となっておりますの、おります。はい、はい、で、すみません、告知しに来たんですけど、なんとチケットが完売してしまっていて、ありがたいことに、ありがたいことに完売し、ね、はい、完売してます。はい、なのでもし今回ちょっと見に行きたいけどっていう、行きたかったっていう人は、うん、また4月にもちょっとワンマンライブ、あと他にもライブ告知とあるので、はい、まあ、ちょっとフェイスブックとチェックしてもらえれば嬉しいなと思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、ちなみになんですけど、どんな仕上がりになってきてるんですか、このどんな仕上がり。一応まあまあいい感じ、いい感じだけど、まだまだちょっと練習が必要だなって感じはしますね。なるほど、わかりました。夜な夜な集まって、みんなで ねどうするかって話してる、ね、まあ、あとは、ね、はい、ゲストも3名入れて、
今回はお届けしようかなと思ってますけど、はい、はい、そうですね、そのゲストワークに私がね、こう前を入れてもらってるので、マヤちゃんがね、贅沢、知らんふりしてたけど、そうです、バフバフ、ありがとう、マヤちゃんもね、ゲストで、やってもらいますので、そうですね、2回ほど練習に参加させていただいたんですけれども、もうマイク通さなくてもすっごい圧倒されて、私いつも、あ、大丈夫かなって思いながらなんですけど、どうぞ本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そう、英語の歌挑戦するんですけど、す、初めてなんですよ、ステージで英語の歌を歌うのが。そうなんですか、英語得意じゃないくせに。なるほどそう、ちょっと頑張りますので、その辺も皆さん応援してください。よろしくお願いします。その他にも今月は他にもいろんなところでまたライブがあるということだったので、その辺はまたネット、そうですね、フェイスブックのページか、はい、ホームページ、ホームページで、はい、どっちもアカペラグループマフィンズって検索してもらえれば出てきます、出てきますので、はい、わ、はい、かりました。じゃあまた詳しい情報とか、あのこの日沖縄にね、県外から沖縄に来れるよ、行けるよって方とか、県内であのマフィンズのライブぜひ見に行きたいって方いらっしゃいましたら、その辺チェックしてぜひぜひ情報ゲットしてください。よろしくお願いします。では番組の最後まで言っていただくんですけれども、一旦ここでですね、マフィンズの皆さんでしたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、メールがたくさん届いてますので、どんどん紹介していきたいと思います。この方ですよ、一緒に忘年会楽しみました、モーミーさんからいただきました。あきさみよ、まよこ、今日はボイスパーカッソンの人たちも来てるやーって、だーこーたーみーか来てる、んだーこいたーみーかの、どういうことMC モーミーエイビーンってありがとうございます。忘年会やひとみんたまきんって、またたまって言うんですけど、スタッフ、タマキンって呼ぶのよ、このモミさん。そう、マヨコがいたから30次回くらいまでできるはずって。本当に？しかも2次回ですぐ寝た。だからね、爆睡だったよね。だいぶよく爆睡だったけど。超ベロベロだったけど。ほんとにしょっちゅうタマにくっついても。話変わるけど、昨日歩いて車取りに行ったら、お楽しみ袋がブラブラして、これ待って、これ読んでいいの？タマとすれてお楽しみ袋。あ、またか、またと何すれて、お楽しみ袋が痛いからもう終わり、もう何のことかわからん。もみさんダメですよ、朝から夜の番組でお願いします、ね、ちょっと若い子もいるんだからここやめて。さあ続いてです、おはよう、まよたま、今日から完全復帰、牛乳屋のひふみんです、ごっくんちょ。だからよ、先週の FM ギノワン忘年会行きたかったのに行けなくて残念。もみと、舞台でプーセッションしたかったって、絶対よさせんよ。もちろんオールコネクトでも音で遊びたかったけどね。してから今日のテーマ、何次回までいけるかって、俺飲んでも飲まんでもテンション変わらんから、飲まなかったらどこまでも付き合うよ、みんなが死んで誰かと泣くほど真剣に話するまで付き合うよって、みんな記憶なくしてるけどね。ターマー今日は旧暦で年が明けたから、今度は旧暦で年が明けたら新年会やってよーって、冷やみかち東北、冷やみかち九州と来てます。だからね、新年会やろうね。あの話もしたしね、遠足。
遠足行きたいって話もしたし、そう、大人の遠足って言って、あの、ね、ちっちゃい時に小学校の時とかやるじゃないですか、うん、秋の遠足とか、うん、それを今度大人バージョンで、いいですね、バス借りて、ちょっとちっちゃなバス借りてね、楽しそうですよね。おやつは3万円までですかね。500円だったのがさ。お酒はおやつに入りますかって。ゆりさんいいですね。ここまでいかないと大人は納得しませんよね。そうですね。さすがですね。さあ、これみんな多分ツイキャスで今反応してくれてると思う。いいね、それいいねって言って。さあ、じゃあ続いてこの方です。マヨタマさん、おはようございます。初メール、ムーネです。Facebook ではつながってますがよろしくですって。ありがとうございます。あいにくの雨、嫌ではないです。ね、で飲み会どこまで行ける？二次会の経験一度もないです。酒に弱いだけでなく人付き合いも大の苦手で飲み会すらめったに行きません。今年は FM ギノワン、FM 小座の忘年会はパスしているので忘年会なしの2016年となりそうです。寂しいけどね。私はハンドル握ってる方がいいです。さあ、雨、当然ながら車の運転は十分注意しましょう。良い一週間となりますようにと来てますよ。ムーネさん、ありがとうございます。初メールって嬉しいですね。ねえ、また来週もぜひぜひよろしくお願いしますね。あ、そっか、飲み会皆さん得意ですか？あんまり得意ではない。ちょっとごめん、飲み会大好きですけど。飲み会大好き。大好きですよ。あ、そう、半々ぐらい。いや言ってるように聞こえます。ね、一番好きだよね、マヨね。あやのが一番好きです。でも練習中にもお酒持ってくるらしいですね。あ、そうですね。お話によると、僕と彼女が、あやのが、とりあえず飲む感じで。飲みます。すごいと思う。飲むとすごい。ね、飲むとですね。マヨに逆。本当はですよ、ボーカルの人は飲んだらね、喉が閉まるって言うんですけどね、はい、ベースアンサーで逆なんですよ。飲まないと、ね、広がらない。ユニさんと綾野さんじゃ逆なんですね。広がっちゃうんですね。いいですね。じゃあ続いてです、アイディアマスオさんからいただきました。おはたま用のモーニング8、おはたま用マスオだよ、でありがとうございます。ターマー、最後の方はがっつり食べてたよ、シュールな写真が撮れたって。あ、この間の忘年会ね、方も本当に頑張ってたって聞いてたからお疲れ様でした。何次会まで出るかだけど、相手との親密度によるかなって。みんなでワイワイやろうって会だと1次会で疲れちゃう。あ、逆に疲れちゃうんだ。語り系の飲み会ならいつまでも相手が酔いつぶれるまで、僕は基本飲まないので次の日に予定がなければ付き合いますって。おじさんだし子供もいるからさ、早く帰って寝て朝起きたら、主婦、あ、主婦されてるんですね。お父さん、旦那さんが主婦。だから家事も、育児も待ってるので、夜更かしはあんまりしないなーって、普通は9時頃に寝ちゃうって言って。すごい規則正しい生活ですね。でも逆にワイワイやったらね、2次会行こう、3次会行こうってノリで行っちゃいそうだけど、逆なんですね。自分も家庭持ってるから、その子までは、あ、本当ですか。本当は飲みたいんですけど、うん、ちょっと、セーブします、ね。翌日が早いので、どうしても、ね。そっか、はい。やっぱそういうの、生活とかも考えてですよね、やっぱり。うん、ああ、なるほど。で、続いてです。マヨタマ部中、エコザイル出すよって来てます。ありがとうございます。自分も2次会行きたかった。翌日、那覇マラソンだったから断念した。だけど昨日はやばいくらいのマラソンには厳しすぎる天候で、完走率も過去2番目に悪い 50% ちょっとだったみたいね。で、 RBC アイラジオのランナーズリポーターもしながらだったので、あららがまサイガーさんあと思いながら、ん、あ、違う、あららがまと思いながらなんとか完走したさって。なんだっけこれ、ど根性みたいな感じだっけ。なんかそれでも頑張るみたいな意味じゃなかった。何クソ魂だったか、なんかそんな感じ。ね、そんな感じですよね。負けないみたいな。ああ、だから完走したっていうからそれこそすごいよ。すごいですね。ねえ、お疲れ様でした。本当に。で、何時会まで行けるか、最高4時会まで行って気づいたら何か空が明るかったなって。もちろんその後ちゃんと仕事したけどね。今は2次会が限度だね。嘘でしょ。その後仕事したの。大丈夫かな。うん、ね、配達そうそうそう、やってるから、ね、結構体力ほらね使うから、しかも運転だし気をつけて、こうさ、さて、那覇マラだからね、そうだよね。ごめん怖いかな。さて、那覇マラソン完走したから前ようにお疲れさんのチューもらおうかな。じゃあ後からやーって、いつも私から投げキスをもらうの、この人。あら、いつかお金ね、まとめていただかないといけない。大変ですね。じゃあ頑張ってください。お疲れ様でした。
お仕事も頑張ってね。じゃあ続いて。あ、そうだね、今日俺ユニさんからいただきましたよ、エコさん見てたかな。女性陣は誰にもあげませんだからね、誰もユニさんが代表してやってくれる。あ、ゆうちゃんもゆうちゃんも、あ、でもちょうどかぶってますね。あ、ほんとだまたかぶっちゃってる手だけ見えてたよかったよかった、そしてですね、この方からです、この方は兵庫から沖縄に来てくださったんです。へいへい、たまちゃん、まよちゃん、モーニング8お聞きのリスナーの皆さん、おはちーす。たまにも会えて、久しぶりにまよりも会えて、会えてよかったぜ。今週いっぱいラジオでお礼の話題のネタにされそう、テーマに行くなって。本当に肩組んで写真撮っていいとか言ってから、ちょっとセクハラまがいなことされてAKB さんにいいよ今日だけねっつってね、うんうん、Facebook 載せてたんですけど、テーマ飲み会何時間まで行ける。俺はですね、全然飲めないので、付き添いしても2時間までだな、運転主役だな、以上だって迷う玉整えました。いつも謎かけくれるんですけどね、忘年会とかけまして雨上がりと解きます。その心は虹もあります。二次会の虹と空の虹、いいですね、うまい、うまい、うまいよね、すごい、そう、3枚え、なんでなんで本当にいつも上手なんですよ、すごいね、ねえ、さすがだなと思いながら。さあ続いて最後ですね、この方です。たらこマヨラーさん、たまこさん、おはー、ラジオネーム名古屋のダンサーズですと来てます。名古屋からです、ありがとうございます。 FM ギノワンの忘年会行きたかったな、ハゲチャビンからも連絡がなく、ちょっとだけ寂しいです。ハゲチャビンっていうのは最初のモーミーさんって MC モーミーさん酔いつぶれた方そうそうそう、忘年会は二次会までですかねって。昔は4時会まで行けましたが、年のせいかすぐに眠くなります。マヨさんは飲みながら寝ているんじゃないですかね、かっこ引きつり笑いってきてますが、私飲まないのよ。そう、飲みたいけど、うん、飲まない。なんか、うん、どんなかな、飲まないの、飲めない、飲まないです。飲んだら結構強くて何杯でもいけるんですけど、それこそ本当に喉が心配になって、綾乃さんと逆ですね、私そう、飲めないですね。それを考えると飲めなくなる。うん、うん、そうそうそう、お仕事ですもんね。そうなの、さっきのね、ちょっとモンミンさんからもう一つ来てたんですけど、真横はすぐらりんどうって大人の運動会インディー、いやらしい、何があるかわからないから、ニービチ道具はしっかり磨いていこうねバイモン見てきてますが、なんのこっちゃってことにしとこうね意味わかるけど、なんのこっちゃってことにしときます、うん、子供にはわからないですね。そう、子供にはわからない、僕にはわからないな、みんなわからないねそう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 、あのひふみさん、さっきね、俺のメール読まれたってコメント来てたんですけど、読みました、一番最初に読んじゃいましたよ。聞いてたかな。皆さん今日もたくさんのメールありがとうございました。もう残りね2分、そろそろ切ろうとしているんですけれども、本当にね、マフィンズの皆さん今日いたおかげですごい明るい時間になりました。 ありがとうございます、ありがとうございますさっきね、ゆうちゃん、私5次会まで行けるなんて言ったんですけどマフィンズの皆さん、ちなみに何次会とかあるんですか、この打ち上げとかで。マフィンズ自体では2次会、2次会までが最高じゃない。あ、分からん、どんなかな、その、2次会まで行ったことあったっけ。あれさ、カラオケ行ったさ、前毛づくろいした時、あやの、なんでなんで、毛づくろいっていうのは、そのマフィンズ仲良くなってから聞いてください。はい、わかりました、毛くずろいされました、どういう毛くずろいされました、言うな言うな、お兄ちゃんかな、お兄ちゃんがちょっとダメみたいそうなんだ、一応じゃあいつもイベントの後忘年会があって、でまあ、最高じゃ2時間、2次会、あ、2次会、2次会、そうだね、まあ、自分がね、やっぱり家庭があって先にドロンとするかもしれないですけど。あ、そっか、あ、なるほど。お酒も出るんですか。お酒出ないといかないよ、そうですね、いないかないよ、何のことかあるのが普通か、ごめんなさい、飲みたいことを生きがいにしてる人間が2人いますので、そうですね、はい、なるほど、すいません、失礼します。今度私ライブにじゃあお酒を持っていきます。あら、ありがとうございます。飲んでください。さあ、ありがとうございました。じゃあ皆さん、ぜひ、一応今月チケット完売になってしまいましたが、はい、マフィンズの皆さんライブがあります、応援よろしくお願いします。お願いします。またですね、来年も話によるとライブがちらほらと入っているそうなので、はい、入場無料だったり、一般の方もね、チケット買って
あの見に行けるようなライブがありましたら、ね、ぜひ Facebook に上げてくださいね、投稿してください、はい、それをまた皆さんチェックしてぜひぜひ応援に駆けつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。またですね、私の情報も Facebook に上げたりしてますので、金子まやの Facebook もちらっと見てみてください。よろしくお願いいたします。それではまた来週月曜日モーニング8お会いしたいと思います。引き続き FM ギノワンお楽しみください。それではまた来週月曜日、お相手はグネコマエとゲストのマフィンズの皆さんでした。また来週、バイバイ。はい、ありがとうございました。